アレグサンダー・ビューエル・トローブリッジ3世は、アメリカ合衆国の政治家。リンドン・ジョンソン政権で、第17代アメリカ合衆国商務長官を務めた。1929年12月12日に、ニュージャージー州イングルードで誕生した。青年期の1947年に、マサチューセッツ州アンドーバーのフィリップス・アカデミーを、1951年に、 プリンストン大学を卒業した。第二次世界大戦後、彼は主事の復興事業に従事した。ニューヨーク州、レイクサクセスの国際連合国際インターン計画に従事した後は、大学に通ったり、朝鮮戦争時に海兵隊に入ったりした。1954から1965年にかけて、石油事業者として勤務した。1965年に、 リンドン・ジョンソン大統領は彼を商務時間補に指名した。1967年1月19日に商務長官代理となった後、1967年6月14日には商務長官に就任し、1968年3月1日まで務めた。就任時の年齢は36歳でアメリカ史上最年少の商務長官であった。辞任後は、 実業界に復帰し、まず全米産業審議会の議長となり、その後ニュージャージー州、モリスタウンに拠点を置く、アライド・ケミカル社の副会長として、また、カナダのケベック州ポアント・クレールにある子会社、アライド・ケミカル・カナダ社の会長として、経営に参画した。後に、全米製造業者協会の会長を務めた。1990年代初頭には、 競争力政策評議会の一員となった。商務長官時代、彼は、商務省と労働省との再統合を提案した。アメリカン大学のロシア史の教授であるアレグザンダー・ビューエル・トローブリッジ・ジュニアの息子であり、コーネル大学建築学部の学部長を務めた、アレグザンダー・ビューエル・トローブリッジの孫であった。祖母のガートルード・メアリー・シャーマンは、 アメリカ建国のその一人であるロジャー・シャーマンのヤシャゴであった。レビー小体形認知症を患い、ワシントン DC の自宅で死去した。76歳であった。ありがとうございます。